まあ、自分深めは東京成徳のオリジナルの事業で、その一番のテーマとしては、まあ、自分とは何か、どう生きていくのかっていうことを様々な視点から自分を見つめて考えていく、自身の考え方をまあより深めていくっていうような事業になります。カズ君の気持ちは分かるし、辛さも分かるので、まあ、命を大事にするという気持ちを改めて感じました。辛いことがあっても、下を見ずにずっと前に進んでいきたいと思います。すごく命の大切さを知ることができました。一つの命でもすごい重みがあるんだな。いつ終わるか分からない、悔いなく生活していきたいなと思いました。毎年命の授業は高校1年生の4月にやると。私もこの映像を初めてこの学校に来て見た時に本当に涙を流しましたし、自分の生き方も少し変わったというか、本当に人を大切にしなきゃなっていう、自分の命大切にしなきゃなっていう、それをすごく感じたので、それはやっぱ肌を持って生徒にも感じてほしいな。そうするとこう本当やっぱ人のことを考えられるようになってなと思ったので、授業の中で他の人が発表するってなった時に耳を傾ける、他の人の意見を尊重する、そういったことにもつながってくるんじゃないかなと。自分だけじゃないっていうことにこう気づけるので、ちょっとインパクト大きいんですけど、それを最初に見せた方が私はその後の授業も考える時に有効になってくるんじゃないかなと思って、私は最初にやるようにしています。やっぱり一番大事なのはつながりを大切にできる生徒を育てたいという思いから始まっている授業になります。社会に出て、自分一人で生きていくということはないことですし、いろんなつながりの中で社会生活を生きていくと思いますので、そういったつながりを高校3年間で一緒に生徒と自分深めの授業を通して学んでいけたらいいのかなというふうに思っています。